なたです。今回は髪を染めていきたいと思います。今ちなみにオレンジなんですけど、今日は大イメチェンをします。なので皆さん何色か予想して見てくださいということで、早速美容院のお店の前に着いたんですけど、ワクワク。今回はカートさんという表参道にある美容院で髪を染めてもらいたいと思います。それではレッツゴー。お願いします。今日担当してくださるエイシさんです。おしゃれなの着てくればよかったいやいや、いつもおしゃれ、いつもオレンジの髪色をやってくださってる。こっちはオレンジです。髪の毛染めました。お願いします。お願いしますちょっと最初ちょっと取り留めとしてもらいます。はい、お願いします。行きます。はい、お願いします。今日は深めの赤。そうなんですね。はい、今は大学行ってるんですか。いや、大学じゃなくて今高校を教えて。高3。はい、夏休み終わりました。っていうか夏休みがない、ね、あ、ないのかも。毎日夏休みスクリーング以外お姉さんの髪色ってブリーチ何回これは何回なんかもう毛先の方とかはいろんな色やつかもしれない。お願いします。毛先はめっちゃやってるんですけど、この黒いとこ伸びたとこだけ1回だけです。え、1回だけ？ 1 回だけ。そうですよ、リタッチだけで。ここまでだから、でも1時間くらいやこう。1時間でやって、そんな綺麗に色抜けれるの。そう、1時間くらいで全然この色になる。大したことで、大したことじゃないんですけど、お前にこう、とんでもない。いや何万人いるやばい、それ言いづらいよね。 YouTube は48。え、48万。お前がその気安くそんな聞いていいあれじゃないんで、なんかこの後言ったら緊張しちゃう。やばい、なんかめっちゃ緊張します。今までのサラダ一番緊張する技術かも。これ見られてない。いや、本当に見られてる。美容師さんから見られてる。本当にやばい。普通の美容師さんそうやって出るんだ。スカウトとか来る可能性あるってことですよね。え、何したの他の美容師からスカウト来る可能性な、あるわけに。こいつうめえみたいな。それはあるかもしれない。毎日配信してる。週に3本投稿。これさ、もし YouTube 上がるってなったらさ、いつに上がるの。いつになら上げても大丈夫とかありますか。逆に俺はもう早く見たい。自分は早く見たい。自分のこと好きだから映ってるのすぐ見たくなっちゃう。本当ですか。何系のあれなの。毎日配信、毎日の日常みたいな。もともと TikTok からいろいろ YouTube とかインスタとかやり始めた。なるほど。 TikTok でバズったんですか。そうですね。コツとか聞いていいですか。コツはあれやで。やっぱ継続が大事ですね。継続が力ない。お前1日1投稿を知ってるようなのに、そんな最初からゴール聞くなよ。すいません。紹介しといて。今、表参道で大バズり中の美容師さん。カリスマ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 。え、でもすごいですよね。リールの動画流れてきました。おすすめに。フィッションだと思います。すごいバズってます。今カリスマっていうと、なんか怒られそうな。次期カリスマ。次期ダメです。そう、次期カリスマ候補。Aさん、そんな謙虚でいいんですか。謙虚でいいよ。確かに
表参道で有名な、で有名な本当に有名な人たちに怒られちゃうからこいつごときがカリスマ名乗ってんじゃねえよって怒られちゃう、はい、ぜひ紹介させていただきます。なんて名前でやってるんですか。普通に本名でひなた。ひなた、はい、ひなたチャンネル。あ、チャンネルなし。チャンネルは書いてないですね。普通にローマ字でひなた。夏も終わりですもんね。そうですね。確かに色は秋っぽい。秋になったので、こっくりブラウンみたいな赤みを感じる赤紫。おしゃれな大人っぽい赤ワインブドウです。あゆしんさんが教えていただいた巻き方、ネオン風か黒巻き、あれを練習して自分で紹介させていただきました。マジ、すごい。ネオ感覚巻き、はい、でもちょっと嬉しくないですか。いやいや、あれネオさんとかやじゃん。ネオニキとかだったらやばいですよね。やばい、なんて呼ばれたいですか。表参道のローランド。最終的には俺が言えるかどうかで、表参道の美容師は俺か俺以外か、これが言えたらもう成り上がったなっていう。そもそもそのこのオレンジ髪からここまで深い赤色にできるのすごいですね。それもっと言っといて。さすがです。やっぱ表参道のカリスマ美容師は違いますか。オレンジ髪からまさかできるみたいな。もともとが緑とかだったら別に。ああ、なるほど。もう同系色、言うなれば。できます、余裕で。正直言っちゃうと。やばいよ、やばいよ、やばいよ。見られちゃったらどうしよう。や映ってたかな、今。映ってた、映ってた。みんなどう、すごくない。フラ、赤。即興、自然光に当たったら発色するけど、ね、あんまり普段は暗くてというカラーにしまして。いや、素晴らしいカラーですね。うわ、大人っぽ、大人っぽい感じだね。よし、これが最後の工程です。トリートコントの余分な水分が飛んでツヤツヤになってます。やばっ。やばいでしょ。これブリーチじゃなくてカラーの時おすすめだよ。おすすめだよ。赤色の中でもなんていうの、紫っぽい感じですよね。合ってるよね。赤じゃなくて合ってる。完璧です。紫っぽい感じ。ありがとうございます。はい、お願いします。こちらお風呂上がりのやつを混ぜることによって、サラサラとしぎとしっとりだけじゃなくて、サラサラとしっかも。マストかなと。まさこちらですよ。わ、好き、この匂い、柑橘系。よいしょ。すごい。違う。よし。ドラっぽい。これが表参道のカリスマ、巷で有名なカリスマ美容師さんのこの素晴らしいツヤツヤ。え、マジでツヤツヤ、すごい。スーパーツヤツヤヘア、ツヤツヤツヤダンス。これみんな来るしかないでしょ。はい、っていうことでこんな感じで終わりました。結構ね、暗くできるところまで暗くしてもらって、紫っぽい感じの
にしてもらいました。大成功です。さらにやっぱ大人っぽくなった気がする。雰囲気が全然変わりますね。ということで皆さんどうですか？似合ってますか？ぜひ皆さん感想のコメント待ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。